こんにちは。今日はね、デロンギのいつも使ってるエスプレッソマシンのボトムレスフィルターがね、Amazon に売られてて、ちょっとね、安くて心配だったんだけど、普通に使えたのでちょっと紹介しようかなと思います。こっちがもともと純正で付いてたやつで、こっちが新しく買ったやつ。若干ね、長さもね、ちょっと新しい方が長いんだけど、ね、これはこれでかっこいいので、で、このポルタフィルターを買うと、このバスケットも付いてくるんだけど、これね、多分ね、Amazon で売ってるやつとほぼほぼ一緒だと思う。うん。Amazon でね、バスケットだけ売ってるやつはここにね、2って書いてあるんだけどね。こっちはね、何も書いてなかったです。でね、一番ね、気になったのがね、この爪。新しく買ったボトムレスフィルターの方が微妙にちっちゃいんだよね。測ったらね、1ミリ、短くて、フィルターをセットするときも、なんかね、ちょっとスカスカした感じが最初あったんだけど、でもね、全然圧力が逃げるような感覚もなくて、全然普通に使えてるし、クレマも普通に抽出できるので、あんまり気にならなかったですね。ここのね、爪の厚さはね、ほとんど変わらないです。5.1 か。5.4 か、0.3 ミリぐらいか。あとね、重さが若干重たくなってます。純正なのは273グラム。ボトムレスフィルターは320か、50グラムぐらい、ちょっと重たい感じになってます、ね、でもね、このぐらい重たい方が僕は使いやすくていいんだけどね。それで今見てもらったように全然問題なくこれ使えるので、クレマもちゃんと立つしね、うん、そしてね、そう、これ
い終わったらマーロンを瓶入れれるようになったの。これがすごいね。あの高さがね短いから、純正のやつより瓶を入れれるようになって、これがねすごい便利。うん、ここが一番感動したかな。でね、これ気のせいなのかもしれないけど、すごいあのねクレマの色が濃くなったような気がするので、まあこれは本当に気のせいかもしれないけど、うん、クレマの状態がすごい目で見て分かりやすいので非常に満足してます。皆さんもぜひ買ってみてください。それじゃあ。